J-WAVE JAM THE WORLD。 ここで皆さんから届いているメッセージをご紹介しましょう。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか、です。最初のメッセージですね、東京都豊島区の女性の方、ラジオネームゆうやすさんです。いろいろなメディアが事実と自分たちの主張を伝えるのは特に問題ないと思いますが、時折啓蒙しようという目線での報道がなされる時があり、それはとても嫌な感じがします。社説などで自分たちの主義主張を述べるのは構いませんが、読者や視聴者に対しての上から目線での説得傾向は私は嫌です、ということで、メディアの上から目線って結構私も実はね、問題だなと思うことありますよね。最近は特にですね、メディアの期待を裏切るような出来事がありますから、そうすると、あの人たちは、グローバル化に背を向けてこういうことやったんだとか、低学歴だからこうやったんだみたいなこと、暗に匂わせるような記事を書いたりすると、あ、上から目線だな、いいのかなこれでっていうふうに思うことありますよね。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか。メールの宛先は J-WAVE のホームページから JAM THE WORLD 宛てに。メールアドレスは jam@j-wave.co.jp です。抽選でお一人にスペシャルウィーク恒例、今日の日経平均株価終わり値と同額の現金、今日は19372円をプレゼントします。メールの方は住所氏名を明記の上お送りください。六本木ヒルズからライブでオンエア、 J-WAVE JAM THE WORLD、 小黒和美さんがお送りするロハストーク。かやのとしひとがナビゲートする J-WAVE JAM THE WORLD。 ここで皆さんから届いているメッセージをご紹介しましょう。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか。最初のメール、まあ二つ目、今日は二つ目のメッセージですね。ラジオネームキウイさん、東京都江戸川区からですね。メディアの問題は受け取る側の問題と表裏一体だと思います。メディア側だけに変化を求めるのではなく、情報を受け取る側が、情報を見極める目を鍛えることによって良い変化が起こっていくのでは、ということでですね、これ確かにそうなんですよね。まあ、メディアの内側で見るとですね、よくこうメディアが世論操作してるとか世論誘導してるってことを言われますけれども、内側から見ると実はそれほどでもないんですよね。全くそういうことがないとは言わないですけれども、むしろですね、情報を受け取る側がどんなものを受け、情報を欲しがってるかっていうことを苦労しながら探しながらやってるというところも実情でですね、その点からいくと情報を受け取る側が、変わっていけばメディアも変わっていくというのは確かに、言えるかなと思いますよね。もう一つメッセージいきましょう。ラジオネーム スプリングサンバさんですね。神奈川県横浜市からです。私が考えるメディアの問題点は、一番視聴率が取れる話題に集中して報道するテレビ局の姿勢だと思います。最近では小池さん、トランプさん、清水文香さん、キム・ジョンナムさんと各局が競って同じような話題を繰り返し報道している状況です。一つの話題でも中途半端に報道するのではなく、様々な角度からとことん追求する姿勢が欲しいですね、ということでですね、まあ一番視聴率が取れる話題に集中して報道してしまうっていうところはもうそうなんですよとしかなかなか言えないですけれども、本当にもう同じ話題をずっと朝から取り上げてるっていうような形になりますからね、なかなかこれは耳が痛いこと言われ、耳が痛い問題ですね。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか。メールの宛先は J-WAVE のホームページから JAM THE WORLD 宛てに。メールアドレスは jam@j-wave.co.jp です。ツイッターの場合はハッシュタグハイフンなしの J-WAVE をつけて、あなたのつぶやきを送ってください。抽選でお一人に今日の日経平均株価終わり値と同額の現金をプレゼント。金額は19372円。メールの方は住所氏名を明記の上お送りください。 J-WAVE JAM THE WORLD。 この後はブレイクスルー。
もう一つの真実、オルタナティブファクトにどう対応すべきか、メディアのあり方を考えます。かやのとしひとがナビゲートしています J-WAVE JAM THE WORLD。 今夜のブレイクスルーテーマはストレスザワールド、オルタナティブファクトにどう対応すべきかと題してお送りします。ストレス、これもともと緊張とか強い負荷という意味を持っている言葉ですね。今の世界にある大きなストレスの一つに、アメリカのトランプ大統領とメディアの間にある大きなストレス、緊張がありますね。トランプ大統領は自分に批判的なメディアをフェイクニュースと呼び、そのメディアとは異なる主張をオルタナティブファクトと名付けています。オルタナティブファクト、直訳すればもう一つの事実という意味ですね。まさに事実をめぐる争いがメディアとトランプ大統領との間で繰り広げられているということですね。事実とは何か、何が本当で何が嘘なのか、価値観が異なる人たちによって事実どのように違って見えてくるのか、こういった問題、非常に深い問題ですけれども、今夜はこのオルタナティブファクトにどう対応していくのか、この方と一緒に考えます。ゲストはバズフィードジャパンの創刊編集長、古田大輔さんです。古田さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずバズフィード、どんなメディアなのかということをご説明いただいてもよろしいですか？はい、バズフィードは2006年にアメリカ・ニューヨークで誕生したメディアで、世界中に今拡大してるんですけれども、バズフィードジャパン、日本版のバズフィードは2016年の1月、ちょうど1年前ですね、にオープンしました。なるほど。で、古田さんはその創刊編集長されて、今でも編集長ということでよろしいですか？そうですね。そうですか。この編集長になる前ってのはどんな仕事されてたんですか？バズフィードに入って編集長になる前は朝日新聞で記者をしてました。2002年に朝日新聞に入ったので13年間朝日新聞にいました、うん、なるほど。バズフィードはもう大きな議論を呼び起こしましたよね、トランプ大統領との間に。ロシアとのスキャンダル情報があるんじゃないかということで、就任当初ですね、騒がれました。で、これはアメリカのバズフィードですけれども、まあそういったスキャンダルがあるんじゃないかという調査報告書をイギリス人の元諜報員が書いているらしい。で、それがどうもこう渡っているらしいけれども、うん、CNN がそういう文書があるらしいということを報じた。それに対してバズフィードジャパンはその文書を一気に全文公開してしまったということでですね、トランプ大統領からものすごい批判を受けましたよね。そうですね。すごく有名になった言葉があるんですけど、Failing pile of garbage って、もう、クズなゴミの山っていう風にバズフィード呼ばれてですね、はい、でも僕らそれで T シャツとか作ったんですけど、Failing pile of garbage っていう風に、クズなゴミの山っていう T シャツとかみんなで作ってですね、それ着て仕事してるんですけれども、ちょっと、状況を、細かく詳細に説明させてもらうと、そのイギリスの元諜報員が書いたその調査文書っていうのは間違いなく本物としてあったんですよね、うん、で、それがそのアメリカのその著名な政治家、トップクラスの政治家であったり、情報機関であったり、あとメディア各社も入手してたんですよね。で、その文書があること自体、これは間違いないわけです。で、それがその、トランプさんに関する数々の、特にロシアとの関係に関する疑惑について書いていたと。で、各社じゃあなんでその段階で報道しなかったかというと、その文書の中の何が真実で何が真実ではないかっていうのを、全ての裏を取るのが非常に難しかったんですね。35ページにわたるかなり長大な文章になっていて、で、裏を取るにもですね、そのロシアのスパイの動きとかなわけですよ。しかもその
トランプさんに関するかなり私的な領域が書かれている文章で、これを全て裏を取っていくってもうかなり不可能に近い作業なんですよね。で、各社なかなか書けなかった、動けなかった。で、そこで最初に口火を切ったのが CNN だったんですよね。そうですね。はい。で、CNN はどういうふうに報道したかというと、その35ページの調査文書をまとめた、そのキーポイントをまとめた、まあ、要約版を出したって感じ。はい。メモランダムを、うん、それを、CIA でしたっけ ?CIA だったかなが、オバマ大統領と、トランプ次期大統領に提出したと。で、こういうのが出回ってますよっていうのを新旧大統領に読ませたっていう報道を CNN がしたんですよね。うんうん、で、これもファクトなわけです、うん。これも間違いない事実。だから、元諜報員が書いた35ページの疑惑に関する文書があるのはファクト。で、はい、はい。そこの部分の元諜報員が書いたというのは、本当にファクトなんですか、そこ。それはファクトです。間違いない。元諜報員が誰かも分かっている。誰かも分かっています。で、それがそういう報告書を書いたのも分かっている。はい、ただ、その中身に関して、はい、まあ、これはこういう疑惑があるってことを書かれてるから、それが、その中身に書かれてるものが、本当にファクトかどうかは分からなかった。分からない。はい、でも、それを CNN は、まあ、それが、オバマ大統領とトランプ大統領に、渡ったというファクトを、その要約版が渡ったという、はい、そのファクトを報じたのが CNN と。CNN。で、それに続いてバズフィードが報じたのは、ね、その新旧両大統領に に届いた要約版の元々の35ページはこれですっていうふうに報じたんですよね、うん。で、それを全部アップロードした。うん、で、なおかつ、ただ、この35ページの、調査文書の中のいくつか間違いがすでに見つかっていると、うん。こことこことここは間違いですと。で、なおかつ、それ以外の文に関しても、すべて、今、バズフィードは裏を取るために頑張ってるけれども、裏が取れるかどうかがわからない、かなり、詳細な機密情報が入っているので、うん、そこも難しいっていうファクトとともに流したっていうのが、うん、今回の、天末ですね。で、それが、まあ、トランプ大統領の、まあ、怒りに触れて、ね、先の、クズな、ゴミの山だっていう言葉が出たっていうことですよね、はい。で、これに関しては、ただトランプ大統領だけではなくてですね、うん、他のいろんなメディアからも、場合によってはこう、批判的な、確認が取れてないものをこう前面出していいのかっていうような、そういう批判がなされましたけれども、それに関しては古田さんどのように、お考えですか？そうですね。最初に口火を切った CNN も、うん、バズフィードを批判したんですよね。そうなんですよね。全文載せたのは良くないだろうと。良くないと。はい。うん、で、これ、まず、一般的な、もしくは伝統的なと言ってもいいんですけれども、うん、ジャーナリズムの考え方から言うと、これは明らかに、違う。従来のジャーナリズムの考え方を超えた対応なんですよね。要するに裏が取れていないものは出さない。文書の中身も出しちゃったわけで、はい、これは従来ではなかったということですね、はい。うん。従来のジャーナリズムの考え方、CNN とかの考え方で言うと、うん、その私たちがやるべきことは、その情報のゲートキーパーになって、確認された情報を出すっていうものが、うん、そのジャーナリズムではないかと。で、すべて出してしまったら、それはそのジャーナリズムとしてのチェック機能を果たしていないのではないかというのが、デマの流布や風説の流布にもなってしまうんじゃないのかっていうのが、うん、CNN とか、まあ、伝統的なジャーナリズムの考えで、で、これが大きな論争になったんですね、うん、アメリカにおいて。で、その、CNN の考え方を支持する人も多かったし、でも逆にそのバズフィードの考えを支持した人たちもいたんですよね。うん、で、じゃあバズフィードの考えを支持した人たち、で、まあそもそもじゃあバズフィードがなぜあれを、公開したかというと、これはその編集長のベン・スミスが説明をしているし、記事を書いているし、僕らはそれを翻訳して日本語でも出してるし、あと CNN の番組に彼は出て、そうですね。で、話を説明を。されてますよね。はい、で、答え書いてるんですけれども、古田さん自身はどう思います？まあ僕もあれが出た時はもう悩みましたね。これはどういうふうに捉えるべきなのか。まあただいろいろ議論をして、でもうベン・スミスの考えをまず率直に伝えるとですね、そのこうインターネットの時代になって誰でも情報をアップロードできるようになったんですよね。でメディア、かつてマスメディアっていうのはなぜ強かったかというと、情報の伝達機関を一気に握ってたんですよね、うん。そのラジオ局でないとラジオ流せなかったし、うん、でテレビ局じゃないとテレビ
放送できないし、うん、新聞社じゃないと全国に800万世帯とか1000万世帯とか紙配れないわけですよね、うん、ある人がどっかの公園で叫んだとしてもそれはその声が届く範囲にしか声は広がらなかった。でもインターネットの世界になってそこら辺にいる人が情報をアップロードしたやつが、うん、次の瞬間日本中に広がるかもしれないっていう状況になってるわけですよね、うん、でその中でもしじゃあバズフィードがあの時にあの35ページの情報をアップロードしなかったらってことを想定してみますね、うん、もしかしたら誰かがその35ページの文章をこれは全くもって正しい文章ですと言ってあげる可能性もあるわけですよね、うん、もしくはさらに言うとその35ページの中のいくつかの情報を改変してですねアップロードする可能性すらあるわけです、うん、でそれはいつそれが起こってもおかしくない。なぜならさっきも言ったようにあの文章は多くの人が手に入れていたから。でその中でバズフィードがやったことはそういうふうな勝手な改変ができないようなセキュリティをかけた上で、で注釈をつけて、でこことこことここは間違っています、うん、残りの部分も裏を取るのは非常に難しい機密の情報ですってアップロードしたわけですよね。でそれはある意味でその21世紀型のゲートキーパーとも言えると思うんですよね。なるほど、はい、少し意地悪な見方をするとですね、はい、世の中っていうのは裏が取れない文章たくさんあるわけじゃないですか、はい、まあ、怪文書も含めてですね、はい、そういった諜報機関の調査文書も含めて、はい、裏が取れないものはたくさんある。でもことさらトランプ新大統領のスキャンダルに関わるものだけをまあ、注釈をつけたとしても出したということは、やはりそこにはトランプ大統領だったら、まあ、ちょっとぐらいこれぐらい出して批判してもいいんじゃないかっていう、そういう気持ちがあったんじゃないかと批判する人もいると思うんですよね。それに対してはどのようにお答えになりますか？確かにそういう批判はあるんですよね。うん、ただ、ベン・スミスはその点についても批判に対して答えていて、どういうふうに言ったかというと、アメリカの次の大統領が、ロシアとコネクションがあるかもしれないと、ロシアに弱みを握られているかもしれないっていう、世界的に見ても例を見ないような重要な、テーマなわけですよね。で、それに関して、メモが、新旧の大統領の手に渡ったと。っていうぐらい、こう、超重要なトピックなわけですよね。で、こんなトピックって、多分過去100年とかなかったようなトピックなわけです。で、それに関して、こういうふうに、普段はやらない、超異例な、対応を取るっていうことはあり得るのではないかと。で、これが、なんていうか、ほんとちょっとした、なんか、スキャンダル程度の話であったら出さないっていうのはあり得るんですよね。でも、世界で最大の権力を握る人が、世界で2番目の、ね、核ミサイルを持ってる人とつながりがあるかもしれないっていう話なわけですよ。これはちょっとまた違う判断基準が必要になるんではないかという気はしますね。なるほど。極めて重要だからこそ、極めて重要だから。そこはもう情報ありのままに出した方がいいんじゃないかという判断をしたということですよね。はい、そうですね。で、その注釈をつけた上で、多くの人に判断してくださいっていうのが、記事の中でバズフィードが書いてたことですね。なるほど。まあ、ここには、こう、何が重要かって見るっていうのも一つの価値観の裏付けがあってこそ、うん、それと事実とのもう非常に難しい緊張関係が見て取れると思うんですけども、それについてはまた後半に深く聞いていきたいと思います。茅野俊人がナビゲートしています。 J-WAVE JAM THE WORLD、 今夜のブレイクスルーテーマはストレス・ザ・ワールド、オルタナティブ・ファクトにどう対応すべきか。ゲストはバズフィード・ジャパンの創刊編集長古田大輔さんです。古田さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前半のお話で価値観とそれからファクトっていうその関係をどう考えるかっていう、そういう大きな問題が出されたと思うんですけれども、今結構その人によって、まあ、価値観が様々っていうのは当然だとして、でその価値観のもとで見えてるもの、うん、結構違いますよね。例えば何が重要かっていうこと自体もいろんなファクトがある中で、この事実こそが重要だというふうに判断するのもやっぱり価値観で、うん、ある人はこのファクトが重要だと思う人もいれば、いやこっちの方が重要だと思う、でこれが場合によってはぶつかる場合もありますよね、はい、そういう状況の中で古田さん自身は価値観とファクトの関係どのように考えてますか？例えばですね、うん、報道と、例えば政治とかの関係で例に挙げてみると、はい、世の中にはその安倍政権に賛成の方もいれば、うん、安倍政権に反対の方もいらっしゃるんですよね。うん、まあ当然のことだと思います。うん、で、その時に、議論をするときに、賛成反対っていうところだけで議論してもあんま議論にならないんですよね。ではなくて、議論すべきは、例えば、じゃあ安倍政権下において、GDP がどれだけ、成長しましたかとか、そうですね、
えば、離職率がどうだったとかですね、はい、うん、その女性のその社会進出がどんだけ進んだかとか、そのデータで語れる部分とかってありますよね、うんうん、そのデータはファクトとして存在するんですよね、うん、そうですね、はい、はい、で、これも例えばその議論を大雑把に、いや経済って成長したんですかって言ったら、その経済成長を何で見るかによってこう変わってくる、うん、そうですね、経済状況改善したんですかって言った時に GDP で見るのか、それともあの一人それぞれの所得で見るのか、あるいは求人倍率で見るのかとか、いろいろありますよね、うん、そう で、ええ、でもその一つ一つの数字はファクトとしてあるわけですよね、うん、だからそういうふうになんか議論を精緻化していく、細かくしていくと、そこには必ずファクトの積み上げってあるよねって思います。ただそのファクトをどんどん積み上げていって、じゃあそれをどう思いますかったら、そこにはその人の価値観が入ってしまうから、うん、まあ、それはメディアにもコントロールできないし、うん、それはコントロールすべきではない部分なんじゃないのかなと思います。なるほど。安倍政権の問題が出ましたので、具体的なちょっと事例をこちらも提示してお話できればなと思うんですけど、うん、最近森友学園の国有地払い下げの問題ってすごく大きな問題になってるじゃないですか、うん、はい、でバズフィードでもそれ報道されてますけれども、はい、その中で、民進党の議員が現地の視察に行きました、うん、辻元議員とそれから玉木議員ですよね。でまあこれは政治的な戦略もあると思います。これを大きなスキャンダルにして安倍政権を追い込みたいと、だから視察というある種のパフォーマンスに出たという。でこの払い下げ問題の事実、まあこれはファクトですけれども、このニュースがあると。でその一方で、辻元さんと玉木さんはこの日衆議院予算委員会の中央公聴会を無断欠席して現地視察行ってるんですよね。で人によってはこっちの無断欠席の方が大事だろうと。なんでいつも民進党は国会での審議が不十分だとか言っといて、こういう時にだけは無断欠席して平然としているのかと。他人がやれば大きく批判するのに、なんだ、けしからんだろうって言ってこっちの事実の方を大事にする人がいる。まあこれ、価値観によって二つのファクトはあるわけですけども、どっちが重要かっていう話になった時には、かなりぶつかり合うじゃないですか。こういう状況の中で我々は多分、価値観とファクトのこう単純じゃない関係を考えなきゃいけない状況になってると思うんですけども。そうですね、どうです、はい、僕はいつもこう思考実験を自分の中でするんですけれども、うん、じゃあその今回の森友学園のその、が今回は首相夫人が名誉校長の学校って話ですよね、うん、じゃあそれから野党の党首のその夫人がその名誉校長の時にじゃあ我々どういうふうに報じますかって言ったら、まあ、多分同じように報じるんですよね、うん、扱いは多分首相夫人の方が大きくなるんですけど、それは当然ニュースバリューという考え方して、でもいろんなその皆さんがこう評価をされるときに多分そういう思考実験をしたらいいんじゃないのかなと思うんですよね。じゃあそれに対して僕はあんまりそういうのをしたくないなっていつも思ってるのは、その自分とその好みが似通ってるとか主義主張が似通ってる方っていらっしゃいますよね、うん、でも似通っててもその人が間違ったことすることってあるわけですよね、はい、でその時に自分と主義主張が近いからとか、なんとなく好みが似通っているからその人の悪いところは目をつぶるとかですね、うん、その逆とかはしたくない、で しないって決めてるんですよね、うん、それはファクトはファクトとして淡々と報じればいいし、であとはそれを受け取った側の人がでもそれをどう評価するかっていうのは、それは僕のコントロールできる部分ではないので、それはもうあとは受け取っていただく方に判断してもらうしかないと思ってます。今の話は別の言い方をすれば、うん、必ずしもこう古田さんのこう例えば政治的価値観、まあ、あると思いますけれども、それに合致しないファクトでも、まあ報道することはやっぱりあると、報道すべきだというふうにお考えだということで、僕はもう当然そうすべきだと思います、うん、でそれに例えばそのバズフィードの中にですね、うん、まあ、今、編集部員って35人になったのか、はい、いるんですけれども、その中でみんな考え方バラバラなんですよね、当然ですけど、うん、もちろんできるだけ僕らダイバーシティとか多様性をとても大切にしてるんで、いろんなバックグラウンドの人間集めるんですよね、はい、でそしたら考え方はバラバラなわけです、うん、でその中でその一つの決まった意見なんてものはないし、でそれは個々人書くわけですよね、はい、でその中でその書いてきたものを僕らは編集長としてチェックしたりするんですけれども、僕らがチェックするのはファクトの部分であって、うん、その人が何を取り上げるかとか、どういうふうな切り口で取り上げるかっていうことに関して、この切り口は俺の考え方と違うからダメだなんていうことは全くないし、うん、もちろん僕のと違う考え方の記事が上がってきたらすごい嬉しいんですよね、うん、あ、こんな考え方あったんだみたいな、うん、で
それがやっぱ報道のあるべき姿なんじゃないのかなと思ってます。なるほど、はい、その場合はある種の価値の相対主義に立つっていうことでいいですか？バズフィードがその編集ガイドラインでこれも公開してるんですけれども、はい、歌ってるのが僕たちは政治的に中立だと、うん、である特定の政治組織とか政党に肩入れすることはないと、うん、ただ僕たちがその白黒はっきりさせてるものがあると。でそれは何かというとですね、例えばその LGBT に対する差別とかに対しては僕らはその両論兵器とかしないと。なぜならその性的マイノリティの人たちの人権であるとか同性婚の権利であるとかというのは非常に大切なものだし、で例えばそのマイノリティの権利とかですね、でそういったもの、あの女性の権利であるとか、うん、そういったものに関してはいやとはいえそういうあの逆の考え方もあるしとかではなくて、いやいやこれはもうフェアネスの問題として公平性の問題として大切にしないとダメでしょっていう、そういう時にはもうポジションをはっきりさせて、うん、まあ、ある種のポリティカルコレクトネスはちゃんと尊重しますよということですよね。あとあのですね、古田さんはもう大新聞からこういったネットのニューメディアに移られたということで、ぜひお伺いしたいんですけれども、大統領選、アメリカの大統領選でもそうですし、イギリスの EU 離脱でもそうですけれども、ほとんどの大メディアっていうのは結果を外してるじゃないですか。でこれはたまたま外したっていう以上の問題があると私は思うんですよ。例えばトランプ大統領の場合はですね、こんなトランプ大統領候補の時からいろんな暴言を吐いてましたから、こんなひどいやつが大統領になったら大変なことになるってやっぱ多くの人は思ったと思うんですよね。で、いろんなだからマイナス記事を書いていった。こんな発言をしました。こんな支持者は変な人たちだ。うん、で、そういうファクトを重ねていった結果、うん、結局それが人々の見方に影響をしてしまって、この人たち、こんなひどい人が大統領になるはずがないっていう価値観の方に、影響を与えた結果、そういう色眼鏡で見ることになってトランプが勝つわけないだろうと、こんなひどいやつだからっていうことで結果を外してしまったっていう側面相当あると思うんですよね。要するにこうファクトが最終的には人々の価値観に影響を与えて、それが現実を見誤らせるっていうことがあり得ると思うんですよ、うん、この辺の問題どう思いますか？今回そのアメリカの大きなメディアがことごとく間違ったってあって、僕理由って3つあると思ってるんですよね。僕ちょうど大統領選の時にニューヨークに出張してたっていう、で当時バズフィードでもそういう記事を書いてる人たちと話をして、どっち勝ちそうかなって言ってて、まあみんな言ってたのはかなり競ってるよと、かなり競ってるけど、まあ最終的にはまあヒラリー行くんじゃないみたいな言い方をする人が多かったんですよね。でそれをなんか聞きながら僕なんか危ういなと思ってたんですけど、うん、なんかそれがその最初のまずまさに萱野さんがおっしゃった部分ですよね。なんとなくいやさすがに勝たないだろうみたいな、こんなやつが勝たないだろうとみたいなのは確実にあったと思うんですよ、うん、でそれは多くの人がそれは後で選挙の後に言ってるんですよね、そういうことを、うん、でまあ例えばネイト・シルバーってとても有名なその統計学からそのデータサイエンスの面から見て選挙の結果を当ててきた、データジャーナリズム の一番トップランナーがいるんですけど、彼も同じようなことを言ってたんですよね。なんかやっぱりこう流されたみたいなことを、まあ、確かに難しかったですよね、うんうんうん、総得票数ではヒラリーのが勝っていた、うん、ただ州別のまあなんていうか国取り ゲームではトランプが勝ったということでですね、確かにまあ予想が難しかったのは確かだと思うんですけれども、はい、それがまさに2つ目のポイントのところなんですよね、全体の総得票数ではヒラリーさんの方がやっぱり勝ってたんですよ、うん、ただいわゆるスイングステートって言われるそのどっちに転ぶかわからない重要なところをその全てトランプさんが勝っていった、取っていった、でそれによって白票の勝利を収めたんですよね、うん、でそれで言うと例えば世論調査の全体的な数値から見て、あれ今回例えばその世論調査の敗北とか言われましたけど、僕そんなことないと思うんですよね、はい、これ世論調査の専門家も言ってますけれども、世論調査の結果を見ると誤差の範囲だったんですよね。どっちが勝つかは分からない。でそれをその各新聞社がそのヒラリーが勝つって言ってしまったのはその最初の丸一の、その、うん、偏見というか、まあ、偏見の部分があったと。で、二つ目が、結局だから、パブリックポール全体総得票数ではトランプが勝つけれども、その重要州で落としてしまうっていうこの動きがあったから、うん、で3つ目のところなんですけど、はい、これあんまりアメリカでそういうこと言ってる人いないんですけど、日本で選挙取材をしたことがある僕から見たら思う3点目のポイントがあって、はい、それは何かというと、なんでじゃあスイングステートが
トランプに行くっていうことをアメリカの大新聞が気づかなかったのか、うんうん、地方支局がないからだと思うんですよね、うん、日本の新聞だったら同じ間違いを犯さないと思うんですよ。いやそれ結構大事ですよね、うん、要は都市部の都市部にいる言ってみればエリートジャーナリストが都市に住んでる感覚だけで記事を書いてたということですよね。そうですね、そうですよね、はい、だから面白かったのがそのトランプさんが当選した後すぐいろんな新聞がそのスイングステートで取材したその後日談をいっぱい書いてるんですよね。でどんなこと書いてるかというとそのヒラリー・クリントン陣営はそのニューヨークから来た人たちがボランティアをやってて地元のことがよく分かんなくてその選挙事務所がシーンとしてたと、うん、で一方でトランプ陣営の方は俺にボランティアさせてくれって人がワイワイ寄せ集めて絶対活動って叫んでたと後から記事が出てくるんですよ、うんうん、でこれはやっぱりそのニューヨークからの記者がこう、まあ、全国回るんですけれども、まあね、1日ぐらいしか滞在しないわけですよ、はい、選挙ラリーの中で。でチロッと見てああまあでもこれは記事にしないでいいやっていう彼らのメモの中にだけ残ってた話が後から出てくるわけですよね、うんうん、でこれがもし日本だったらどうなったかというと各総局各県にいる記者たちが一生懸命東京の政治部にですねいや大変なことになってるぞとなんか風向きが変わってるっていうメモを送って多分風向きの変化っていうのはつかめてたと思うんですよね。だからそこはアメリカの新聞社の構造的な問題があったんじゃないかなって感じてます。それはその指摘非常に興味深い指摘なんですが、うん、それを今聞くとですね、うん、日本の大ジャーナリズムのいいところがあるっていうような話にもなると思うんですよね、うん、で、まあ、実際発行部数なんかも世界的に見ても驚異的ですし、まあ特殊な特に日本の新聞っては特殊な状況にあるわけですよ。でもそこにもやっぱり強みがあるわけですよね。いろんなところにこう支局があってジャーナリストがまあ草の根の動きまで取材していると、はい、そうなると今新しいニューメディアに移られた、古田さんからするとそういう力はまだまだないわけじゃないですか。ニューメディアに、はい、どういう形でそこの部分を補っていこうかっていうふうに考えていますか。僕よく例え話でサッカーと野球っていうんですけど、そのまあ、昔ながらの新聞社っていうのは大きな新聞社っていうのは僕野球やってると思うんですよね、うん、そのファースト警察担当セカンド裁判担当とかですねピッチャー総理番とかですね、うんうん、でもうでそれで全国津々浦々でもうそれぞれの持ち場を守ってるんですよ。でそれぞれの持ち場に来た時の動きはすごい華麗なんですよね、うんうん、もうずっと練習してるから100年間、はい、だからもう華麗にアウトを取っていくわけですよ。でも今の時代って僕サッカーしないといけないと思ってるんですよね、うん、でなぜならその90年代からそのインターネットっていう空間が生まれて、で今そのインターネットの浸透率って8割を超えて日本人の1億人が使ってるわけですよね、うん、でそれはもう日本社会と同じレベルの大きさになってる。でそのインターネットっていう世界で今の現実社会の動きっていうのはインターネットの世界と密接に絡んでるから必ずそこに何らかインターネットとつながった話題があると。でもその今までの野球をずっと100年間やってくるとなかなかそっちの動きが見えてこないんですよね。で、しかも自分たちのところのボールだったらいいんだけど、それと違うボールが転がってくる。あ、これ誰が処理するんだっけっていうふうにみんな悩んじゃう。でも僕たち今34人しかいないんですよね。新聞社で大きいところは2000人います。で、34人しかいないんだけれども、例えばその、去年その、DNA さんが運営しているウェルクっていうその健康情報サイトの問題がありましたよね、はい、うん、でその時にその一番状況を大きく動かす記事を書いたのは僕らって自負してるんですけれども、でそのなんでそんなことができるのか、なんで新聞社ではなくその34人しかいない組織がそういうことを書けるのかというと、そのインターネットの世界ですごく話題になっている情報に関して、しかもで現実社会にも人々の健康にも影響を与えるような話っていう時に、その新聞社がインターネットの話題だって思ってる間に僕らはサッカーしてるから、なんかあそこにボール転がってきたぞって言ったら誰でもいいから走ってってシュート決めろって言えることができるんですよね。なるほど。でもそれが野球をやってるとセンターの人がいや俺本当はインターネットのことも詳しいんだけどあれサードにボール飛んでるからそう俺センターから行けないよねって言って、なるほど、フォーメーション崩せないと崩せない、うん、でそうすると僕らみたいな少ないところでもその自由に動き回って勝つことができ る。これ最後の質問なんですけれども、先ほどアメリカ大統領選見てて、うん、要は都市部にあるジャーナリスト、まあ、特にニューヨークタイムズが典型だと思いますけれども、あそこの価値観 でそこの土地感も含めて、ジャーナリストが行ってたまたまこう地方を回ったとしても結局取りこぼしてしまうファクトがたくさんあったんだと、それが一つ結果を見誤ってしまったことの原因なんじゃないかというお話ありましたけども、むしろこう我々ファクトとジャーナリズムということを考えたときに報道されないファクトの方が多いわけですよね、うん、
報道されたものに関してのファクトチェックっていうのはあり得るけれども、報道されなかったものに関してのファクトチェックってそもそもなされないわけじゃないですか。この報道されないファクトと報道されたファクト、うん、この関係も今後考えていかなければいけないと思うんですけども、これに関してはどんなような問題意識を持たれていますか。僕がそのバズフィードに来た時にやりたいなって思ったことの一つは、まさにその報道されない部分の話だったんですよね、うん、そのおっしゃる通り、世の中にはもうあらゆる出来事があって、それを全て報道し尽くすことなんてできないわけですよね、うんうん、人間的にも限りがあるし、その媒体的にもその1日に1000本も2000本も記事書くことはできないので、その中で選んでいかないといけない。で、僕たちがやりたかったのは、その今新聞社が報じてることを同じことを報じても何の意味もないし、世の中に役に立たないから、今ない情報をやろうと。で、まあその中の一つが、例えばその各メディアのが報じてることの中にも間違いって潜んでるから、そういうのをチェックしましょうねとか、そういうことをやりたくてやってるんですけれども、ただまあ難しいところありますよね。やっぱどんだけ報じても、ある人は絶対言うんですよ、その報じてないと、はい、だって世の中に報じてること山ほどあって、まあ、全てのメディアに目を通してる人間もいませんからね、はい、うん、結局だからこんな大事なことをマスコミが報じないっていうのは、結局これはマスコミの陰謀だみたいなようなことを言う声も出てくるわけじゃないですか。はい。はい。でも、そういうふうに、世の中で言われてるレベルのことだったら、もうそれは知られてることじゃないですか、世の中に。うん。だとすると、本当に報じられてないことっていうのは、これ報じられてないとすら言われないことなんですよね、うんうん、で僕らはそっちをやりたいなと思いますね。なるほど、はい、はい、もうファクト、価値観、報道されていない価値観、すいません、報道されていないファクトまでもいろんな話が出てきましたけれども、それだけ今考えるべきメディア、ファクト、それから政治の関係って奥が深いなってことがよくわかりました。古田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今夜はストレスザワールド、オルタナティブファクトにどう対応すべきかというテーマを、バズフィードジャパン創刊編集長古田大輔さんと一緒に考えました。以上、ブレイクスルーでした。茅野俊人がお送りしてきました J-WAVE ジャムザワールド。ここで皆さんからいただいたメッセージを紹介しましょう。今日のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですかでした。まずはですね、カニチリさん、ラジオネームカニチリさんですね、神奈川県から女性の方です。初めてのメールです。私が考えるメディアの問題点は、真似する人のことを考えないことです。日本人は真似が大好きです。一度犯罪が起きれば模倣犯が出てきます。それなのにメディアは犯行のディテールを報道してしまうので、犯罪予備軍のまぶたを開いてしまうのが問題だと思います。報道する側はもう二度と犯罪が起こらないように、全てを開示しない方がいいのではと思います、ということでですね、例えばそうですよね、大きな事件があった時に、こう有名人が自殺する時、そういった時も模倣犯が出たりしますもんね。この問題どう考えたらいいですかね。振り込め詐欺なんかは手口を教えるとそれ真似する人がいるんじゃないかという話もありますけどもね、犯罪集団はでもそういった報道がなされる時はもっと新しいことを考えてるから問題ないんだっていう人もいて、なかなかこの問題複雑だと思いますけれども、深刻な問題ではありますよね。次のメッセージいきましょうか。ラジオネームコリスさんですね、千葉県からです。私が思うメディアの問題点は、中立のふりをすることだと思います。メディアといっても会社として経済活動をしている以上、あっち寄りとかこっち寄りとか、そういうのがあるってことは受け手側は知っていますということでですね、そうですよね、中立のふりをして、実は特定の立場を出してくるっていうのはやっぱり問題ですもんね。あとはやっぱりこの経済活動をしている会社だっていうところがありますよね。ここはもういろいろ妥協して、結局立派なこと言ってたって、結局は自分たちの利益を確保しなきゃいけないでしょっていうところを、今は多くの人たちがネットを通じてそういった情報も知ってますからね、そのあたりも含めてメディアっていうのはあんまりこう偉そうなこと言わない方がいいのかなとも思ったりもしますよね。
はい。今日たくさんのメッセージいただいたんですけれども、これもありますね。日経平均株価終値が当たった方です。そうですね。日経平均株価終値19,372円が当たったのは、新宿区ラジオネームサンゴリンさん。23歳女性ですね。19,372円。おめでとう、あ、男性ですね。はい。23歳の大学生の方です。おめでとうございます。今日メディアの話、バズフィードジャパンの古田さんが来てくれてですね、なかなか白熱、私にとっても白熱した議論になりました。こういったニューメディアの人、特にまあ朝日新聞から移籍された人がどんなこと考えてるんだろうな。トランプ批判でトランプから結構厳しく言われたメディアの人がどんなこと考えてるのかなってことが、よく分かって面白かったですね。J-Wave Jam the World、ここまでのお相手は、茅野俊人でした。は、一番視聴率が取れる話題に集中して報道するテレビ局の姿勢だと思います。最近では、小池さん、トランプさん、清水文香さん、キム・ジョンナムさんと各局が競って同じような話題を繰り返し報道している状況です。一つの話題でも中途半端に報道するのではなく、様々な角度からとことん追求する姿勢が欲しいですね、ということでですね。まあ、一番視聴率が取れる話題に集中して報道してしまうっていうところは、もうそうなんですよ、としかなかなか言えないですけれども、本当にもう同じ話題をずっと朝から取り上げてるっていうような形になりますからね。なかなかこれは耳が痛い、こと言われ、耳が痛い問題ですね。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか？メールの宛先は、J-Wave のホームページからジャムザワールド宛てに。メールアドレスは、jam@j-wave.co.jp です。ツイッターの場合は、ハッシュタグ、ハイフンなしの J-Wave をつけて、あなたのつぶやきを送ってください。抽選でお一人に、今日の日経平均株価終値と同額の現金をプレゼント。金額は19,372円。メールの方は住所氏名を明記の上お送りください。J-Wave Jam the World。この後はブレイクスルー。もう一つの真実。オルタナティブファクトにどう対応すべきか。メディアのあり方を考えます。Jam the World。ブレイクスルー。茅野俊人がナビゲートしています。J-Wave Jam the World。今夜のブレイクスルー。テーマは、ストレスザワールド。オルタナティブファクトにどう対応すべきか。と題してお送りします。ストレス。これもともと緊張とか強い負荷という意味を持っている言葉ですね。今の世界にある大きなストレスの一つに、アメリカのトランプ大統領とメディアの間にある大きなストレス、緊張がありますね。トランプ大統領は自分に批判的なメディアをフェイクニュースと呼び、そのメディアとは異なる主張をオルタナティブファクトと名付けています。オルタナティブファクト、直訳すればもう一つの事実という意味ですね。まさに事実をめぐる争いがメディアとトランプ大統領との間で繰り広げられているということですね。事実とは何か、何が本当で何が嘘なのか、価値観が異なる人たちによって事実どのように違って見えてくるのか、こういった問題、非常に深い問題ですけれども、今夜はこのオルタナティブファクトにどう対応していくのか、この方と一緒に考えます。ゲストはバズフィードジャパンの創刊編集長、古田大輔さんです。古田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずバズフィード、どんなメディアなのかということをご説明いただいてもよろしいですか？はい。バズフィードは2006年にアメリカ・ニューヨークで誕生したメディアで、
世界中に今拡大してるんですけれども、バズフィードジャパン日本版のバズフィードは2016年の1月、ちょうど1年前ですね、にオープンしました。なるほど。で、古田さんはその創刊編集長されて、今でも編集長ということでよろしいですか？そうですね。そうですか。この編集長になる前ってのはどんな仕事されてたんですか？バズフィードに入って編集長になる前は朝日新聞で記者をしてました。2002年に朝日新聞に入ったので13年間朝日新聞にいました、うん、なるほど。バズフィードはもう大きな議論を呼び起こしましたよね、トランプ大統領との間に。ロシアとのスキャンダル情報があるんじゃないかということで、就任当初ですね、騒がれました。で、これはアメリカのバズフィードですけれども、まあそのそういったスキャンダルがあるんじゃないかという調査報告書をイギリス人の元諜報員が書いているらしい。で、それがどうもこう渡っているらしいけれども、うん、CNN がそういう文書があるらしいということを報じた。それに対してバズフィードジャパンはその文書を一気に全文公開してしまったということでですね、トランプ大統領からものすごい批判を受けましたよね。そうですね。すごく有名になった言葉があるんですけど、Failing pile of garbage って、もう、クズなゴミの山っていう風にバズフィード呼ばれてですね、はい、でも僕らそれで T シャツとか作ったんですけど、Failing pile of garbage っていう風に、クズなゴミの山っていう T シャツとかみんなで作ってですね、それ着て仕事してるんですけれども、うん、ちょっと、状況を、細かく詳細に説明させてもらうと、そのイギリスの元諜報員が書いたその調査文書っていうのは間違いなく本物としてあったんですよね、うん、で、それがそのアメリカのその著名な政治家、トップクラスの政治家であったり、諜報機関であったり、あとメディア各社も入手してたんですよね。で、その文書があること自体これは間違いないわけです。で、それがその、トランプさんに関する数々の特にロシアとの関係に関する疑惑について書いていたと。で、各社じゃあなんでその段階で報道しなかったかというと、その文書の中の何が真実で何が真実ではないかっていうのをその全ての裏を取るのが非常に難しかったんですね。35ページにわたるかなり長大な文書になっていて、で、裏を取るにもですね、そのロシアのスパイの動きとかなわけですよ。しかもそのトランプさんに関するかなり私的な領域が書かれている文章で、これを全て裏を取っていくってもうかなり不可能に近い作業なんですよね。で、各社なかなか書けなかった、動けなかった。で、そこで最初に口火を切ったのが CNN だったんですよね。そうですね。はい。で、CNN はどういうふうに報道したかというと、その35ページの調査文書をまとめた、そのキーポイントをまとめた、要約版を出した、はい、メモランダムを、うん、それを、CIA でしたっけ、 CIA だったかなが、オバマ大統領と、トランプ次期大統領に提出したと。で、こういうのが出回ってますよっていうのを新旧大統領に読ませたっていう報道を CNN がしたんですよね、うん、で、これもファクトなわけです、うん、これも間違いない事実だから、元諜報員が書いた35ページの疑惑に関する文書があるのはファクト。で、はい、はい。そこの部分の元諜報員が書いたというのは本当にファクトなんですか？そこ。それはファクトです。間違いない。元諜報員が誰かも分かっている。誰かも分かっています。で、それがそういう報告書を書いたのも分かっている。はい、ただ、その中身に関して、はい、まあ、これはこういう疑惑があるってことを書かれてるから、それが、その中身に書かれてるものが本当にファクトかどうかは分からなかった。分からない。はい、でも、それを CNN は、まあ、それが、オバマ大統領とトランプ大統領に、渡ったというファクトを、その要約版が渡ったというそのファクトを報じたのが CNN と。CNN。で、それに続いてバズフィードが報じたのは、その新旧両大統領に に届いた要約版の元々の35ページはこれですっていうふうに報じたんですよね、うん。で、それを全部アップロードした。うん、で、なおかつ、ただ、この35ページの、調査文書の中のいくつか間違いがすでに見つかっていると、うん、こことこことここは間違いですと。で、なおかつそれ以外の文に関しても全て今バズフィードは裏を取るために頑張ってるけれども裏が取れるかどうかがわからない、かなり
詳細な機密情報が入ってるので、うん、そこも難しいっていうファクトとともに流したっていうのが、うん、今回の顛末ですね。でそれが、まあ、トランプ大統領の、まあ、怒りに触れて、ね、さっきのクズなゴミの山だっていう言葉が出たっていうことですよね、はい、でこれに関してはただトランプ大統領だけではなくてですね、うん、他のいろんなメディアからも場合によってはこう批判的な確認が取れてないものをこう前面出していいのかっていうようなそういう批判がなされましたけれども、それに関しては古田さんどのように、お考えですか？そうですね、最初に口火を切った CNN も、うん、バズフィードを批判したんですよね。そうなんですよね、全文載せたのは良くないだろうと。良くないと、はい、うん、でこれまず一般的な、うん、もしくは伝統的なと言ってもいいんですけれども、ジャーナリズムの考え方から言うとこれは明らかに違う、従来のジャーナリズムの考え方を超えた対応なんですよね、うん、要するに裏が取れていないものは出さない、文書の中身も出しちゃったわけで、はい、これは従来ではなかったということですね、はい、うん、従来のジャーナリズムの考え方、 CNN とかの考え方で言うと、うん、その私たちがやるべきことはその情報のゲートキーパーになって確認された情報を出すっていうものが、うん、そのジャーナリズムではないかと。で、すべて出してしまったら、それはそのジャーナリズムとしてのチェック機能を果たしていないのではないかというのが、デマの流布や風説の流布にもなってしまうんじゃないのかっていうのが、CNN とか、まあ、伝統的なジャーナリズムの考えで、で、これが大きな論争になったんですね、アメリカにおいて。で、その、CNN の考え方を支持する人も多かったし、でも逆にそのバズフィードの考えを支持した人たちもいたんですよね、うん、でじゃあバズフィードの考えを支持した人たちで、まあ、そもそもじゃあバズフィードがなぜあれを公開したかというと、これはその編集長のベン・スミスが説明をしているし、記事を書いているし、僕らそれを翻訳して日本語でも出してるし、あと CNN の番組に彼は出て、そうですね、で話を説明をインタビューもされてますよね、はい、で答えてるんですけれども、古田さん自身はどう思います？まあ僕もあれが出た時はもう悩みましたね。これはどういうふうに捉えるべきなのか。まあただいろいろ議論をして、でもうベン・スミスの考えをまず率直に伝えるとですね、そのこうインターネットの時代になって誰でも情報をアップロードできるようになったんですよね。でメディア、かつてマスメディアっていうのはなぜ強かったかというと、情報の伝達機関を一気に握ってたんですよね、うん、そのラジオ局でないとラジオ流せなかったし、うん、でテレビ局じゃないとテレビ放送できないし、うん、新聞社じゃないと全国に800万世帯とか1000万世帯とか紙配れないわけですよね、うん、ある人がどっかの公園で叫んだとしても、それはその声が届く範囲にしか声は広がらなかった。でもインターネットの世界になって、そこら辺にいる人が情報をアップロードしたやつが、うん、次の瞬間日本中に広がるかもしれないっていう状況になってるわけですよね、うん、でその中でもしじゃあバズフィードがあの時にあの35ページの情報をアップロードしなかったらってことを想定してみますね、うん、もしかしたら誰かがその35ページの文章をこれは全くもって正しい文章ですと言ってあげる可能性もあるわけですよね、うん、もしくはさらに言うとその35ページの中のいくつかの情報を改変してですねアップロードする可能性すらあるわけです、うん、でそれはいつそれが起こってもおかしくない。なぜならさっきも言ったようにあの文章は多くの人が手に入れていたから。でその中でバズフィードがやったことはそういうふうな勝手な改変ができないようなセキュリティをかけた上で、で注釈をつけて、でこことこことここは間違っています、うん、残りの部分も裏を取るのは非常に難しい機密の情報ですってアップロードしたわけですよね。でそれはある意味でその21世紀型のゲートキーパーとも言えると思うんですよね。なるほど、はい、少し意地悪な見方をするとですね、はい、世の中っていうのは裏が取れない文章たくさんあるわけじゃないですか、はい、まあ、怪文書も含めてですね、はい、そういった諜報機関の調査文書も含めて、はい、裏が取れないものはたくさんある。でもことさらトランプ新大統領のスキャンダルに関わるものだけをまあ、注釈をつけたとしても出したということは、やはりそこにはトランプ大統領だったら、まあ、ちょっとぐらいこれぐらい出して批判してもいいんじゃないかっていう、そういう気持ちがあったんじゃないかと批判する人もいると思うんですよね。それに対してはどのようにお答えになりますか？確かにそういう批判はあるんですよね。うん、ただ、ベン・スミスはその点についても批判に対して答えていて、どういうふうに言ったかというと、アメリカの次の大統領が、ロシアとコネクションがあるかもしれないと、ロシアに弱みを握られているかもしれないっていう、世界的に見ても例を見ないような重要な
あの、テーマなわけですよね。で、それに関して、メモが、新旧の大統領の手に渡ったと。っていうぐらい、こう、超重要なトピックなわけですよね。で、こんなトピックって、その、多分過去100年とかなかったようなトピックなわけです。で、それに関して、こういうふうに、あの、普段はやらない、超異例な、その対応を取るっていうことはあり得るのではないかと。で、これが、なんていうか、ほんとちょっとした、なんかスキャンダル程度の話であったら出さないっていうのはあり得るんですよね。でも、世界で最大の権力を握る人が、世界で2番目の、ね、あの、核ミサイルを持ってる人と繋がりがあるかもしれないっていう話なわけですよ。これはちょっとまた違う判断基準が必要になるんではないかという気はしますね。なるほど。極めて重要だからこそ、極めて重要だから。あの、そこはもう情報ありのままに出した方がいいんじゃないかという判断をしたということですよね。そうですね。で、その注釈をつけた上で、あの、多くの人に判断してくださいっていうのが、あの、記事の中でバズフィードが書いてたことですね。なるほど。まあ、ここにはこう、何が重要かって見るっていうのも一つの価値観の裏付けがあってこそ、うん、それと事実との、もう非常に難しい緊張関係が見てと。J-Wave ジャム・ザ・ワールド。ここで皆さんから届いているメッセージをご紹介しましょう。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか?です。最初のメッセージですね。東京都豊島区の女性の方、ラジオネーム、ゆうやすさんです。いろいろなメディアが事実と自分たちの主張を伝えるのは特に問題ないと思いますが、時折啓蒙しようという目線での報道がなされる時があり、それはとても嫌な感じがします。社説などで自分たちの主義主張を述べるのは構いませんが、読者や視聴者に対しての上から目線での説得傾向は私は嫌です、ということで、メディアの上から目線って結構私も実はね、問題だなと思うことありますよね。最近は特にですね、メディアの期待を裏切るような出来事がありますから、そうすると、あの人たちは、グローバル化に背を向けてこういうことやったんだとか、低学歴だからこうやったんだみたいなこと、暗に匂わせるような記事を書いたりすると、ああ、上から目線だな、いいのかなこれでっていうふうに思うことありますよね。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか?メールの宛先は J-Wave のホームページからジャムザワールド宛てに。メールアドレスは jam@j-wave.co.jp です。抽選でお一人にスペシャルウィーク恒例、今日の日経平均株価終値と同額の現金。今日は 19,372 円をプレゼントします。メールの方は住所氏名を明記の上お送りください。六本木ヒルズからライブでオンエア、 J-Wave ジャム・ザ・ワールド、小黒和美さんがお送りするロハストーク。かやのとしひとがナビゲートする J-Wave ジャム・ザ・ワールド。ここで皆さんから届いているメッセージをご紹介しましょう。今夜のテーマは、あなたが考えるメディアの問題点は何ですか?最初のメール、まあ二つ目、今日は二つ目のメッセージですね。ラジオネーム、キウイさん、東京都江戸川区からですね。メディアの問題は受け取る側の問題と表裏一体だと思います。メディア側だけに変化を求めるのではなく、情報を受け取る側が、情報を見極める目を鍛えることによって良い変化が起こっていくのでは、ということでですね、これ確かにそうなんですよね。まあ、メディアの内側で見るとですね、よくこうメディアが世論操作してるとか世論誘導してるってことを言われますけれども、内側から見ると実はそれほどでもないんですよね。全くそういうことがないとは言わないですけれども、むしろですね、情報を受け取る側がどんなものを受けて、あの情報を欲しがってるかっていうことを苦労しながら探しながらやってるというところも実情でですね、その点からいくと、情報を受け取る側が、変わっていけばメディアも変わっていくというのは確かに、言えるかなと思いますよね。もう一つメッセージいきましょう。ラジオネーム、スプリングサンバさんですね。神奈川県横浜市からです。私が考えるメディアの問題点は、